はい、皆さんこんにちは。今日はですね、新しいアプリの紹介をしていきます。プランナー for iPad っていう手書きのスケジュールアプリの紹介です。で、このアプリは普通のカレンダーのアプリなんですけど、文字をですね、テキスト入力するんじゃなくて全部手書きで書いていくので、すごく Apple Pencil と相性のいいアプリになります。で、スタンプとか、あとマスキングテープとか、なんか可愛い装飾がいろいろつけられたりするので、それもすごいおすすめですね。で、今回はですね、視聴者さんからこういう感じの、まあ、手書きのね、スケジュール帳を iPad で何かできないかっていう依頼だったので、これを今日は答えていく形になるので、皆さんもね、プランナー for iPad の使い方ぜひ覚えてほしいなと思います。はい、じゃあ早速プランナー for iPad 立ち上げていきます。で、立ち上げると、まあよくあるスケジュールアプリみたいな感じで表示が出てるんですけど、この右下のところにですね、月っていうボタンがあるので、ここで週表示だったりとか、あと日の表示に切り替えることができるので、ここで好きなものに切り替えてください。で、下にですね、こんな感じでツールバーがあって、ここに鉛筆とか、あとマーカーとか、あと消しゴムスタンプとかがあるので、ここで選んで、すべてこの下のツールバーで操作していくような形になります。で、今ボールペン取ってざっくり適当に書いていってるんですけど、全部手書きなので、感覚としてはですね、グッドノートとかノータビリティとか、そういうノート系のアプリを扱ってるような感覚とすごく似てます。で、ボールペンの横にマーカーっていうのがあるんですけど、これを使うとちょっとした色をね、つけたりするときにとっても便利です。で、ノートアプリよりかはマーカーの色の種類は少ないんですけど、まあまあいいでしょうっていう感じですね。で、ボールペンの横、これはスタンプですね。スタンプの機能がね、とてもいいです、プランナーのアプリは。で、こんな感じですごいたくさんね、スタンプがあるので、好きなスタンプを選択して、こう画面をポチポチポチって押してあげるだけでスタンプが貼れます。で、スタンプのサイズとかもね、調節できるので、上の丸いね、あのマークのところからスタンプのサイズ選んでください。で、次、スタンプの横にハサミツールっていうのがあります。これが選択と移動のツールですね。移動させたいやつをくるっと囲んであげて、こう移動させることができます。でも、こうちゃんとね、全部選択してあげないと、オブジェクトがちょん切れちゃうので、そこだけ注意ですね。で、次、プラスボタンを押すと画像の読み込みだったりとか、あとリフィル、マスキングテープっていうのがあります。で、このマスキングテープっていうのをちょっと先に紹介したいんですけど、まあ、シールみたいなのがすごい簡単に貼れるんですね。で、このマスキングテープの柄、デザインですね、がすごいたくさんあってめっちゃ可愛いので、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、ここからですね、好きなマスキングテープのデザインを取って、太さ、あと切れ端の、エッジのところですね、のデザインを選んであげて、こう画面上をギューって引っ張っていってあげると、マスキングテープを貼ることができます。で、マスキングテープはですね、こうやって指で長押ししてあげると移動もできるし、2本指でピンチアウトでサイズの変形もすることができます。で、ここまでがですね、ざっくりツールの紹介なので、こっからはちょっと実際に私のスケジュールをね、書いていって、まあどういう風にできるかっていうのを紹介していきたいと思います。で、私来月の11月4日からアメリカのロサンゼルスに行く予定なんですけど、Adobe Max っていう Adobe が毎年こう開催してるすっごいでっかいこうクリエイティブカンファレンスみたいなのがあるんですけど、それがロサンゼルスであるので、そこに行ってこようと思ってます。で、このイベントが全部で3日間あって、その3日間を通していろんなアドビのセッションに参加したり、新しいアドビのね、こうツールのお披露目があったりとか、あとビアバッシュって言って、みんなでこうお酒を飲んだりする場があるんですけど、まあそれのね、ちょっといろいろスケジュールがあるんですよ。なのでそれを今日は書いていこうと思うんですけど、こんな感じでね、すっごいでっかいホールで行われて、もう人もめちゃめちゃ来るんですよ。で、すごい楽しそうでしょ、こんな感じとかね。でも、これね、今年私初めて行くので、すごいワクワクしてるんですけど、日本でも12月にあるみたいなので、ぜひね、興味ある人は日本のやつも行ってみるといいかなと思います。で、今年私はね、この US バージョンに初参戦ということで、 Vlog も撮ってこようと思ってるので、皆さん楽しみにしておいてください。
で、ここからちょっとプランナーの方のアプリ戻ってどんどん書いていくんですけど、右下の設定ボタンのところ開いてあげると、週の、スタートの曜日だったりとか、あとタイムテーブルのスタート時間ですね、7時、6時、5時とか、ここで設定してあげることができるので、ここで皆さんカスタマイズしてください。で、今回はここ週ですね、ウィークリーの表示に切り替えてあげて、どんどんアドビのセッションを書き込んでいくんですけど、さっき言ったようにプラスボタンのところから写真っていうところを開いてあげると、カメラロールの中からこうやって画像を引っ張ってこれるので、今回はね、これスクショ撮ったやつですね、アドビマックスのキービジュアルスクショ撮ったやつを貼り込んでいきます。で、次マスキングテープ貼っていくので、今回は赤のマスキングテープ選んであげて、私アメリカに3日から7日までいるので、その間をですね、こうやってマスキングテープ引いてあげるんですよ。そうするとね、分かりやすいですよね。で、この上にロサンゼルスって文字を書いてあげます。で、次スタンプ貼っていくので、スタンプの中からこれ飛行機のスタンプ探して、フライト時間のところにですね、ポチッと貼ってあげます。11月3日の17時ぐらいかなのフライトに乗るつもりです。で、そう、さっき言うの忘れてたんですけど、このマスキングテープをですね、長押しして移動してあげると、このマスキングテープの上に書かれた文字も一緒に移動してくれるので、これはすごいいいなと思います。で、こっからですね、どんどんアドビセッションのスケジュールを書き込んでいくんですけど、アドビマックスってすっごいでっかいホールでやるんですよね。で、いろんなところのブースでいろんなアドビのセッションが行われてて、こう自分の行きたいセッションをですね、選ぶことができるんですよ。で、ウェブサイト上で予約して、例えばこう、フォトショップのセミナーに参加したかったら、こう、時間選んで行くとか、あと、アドビフレスコ行きたかったらここ行くとか、アドビ XD とか、あと、アドビのプレミアプロ行きたいとか、ラッシュ行きたいとかやって、どんどん選んでいくんですけど、私ももうウェブサイト上で全部予約してるので、それを今ここに書いていってるような感じになります。で、私が参加するやつはですね、この Adobe Max のメインとなるこうキーノートっていうやつとか、あとスニークス、ビアバッシュっていうやつがあるんですけど、そういうメインのやつと、あとちっちゃいセミナーはですね、全部 iPad 系、全部じゃないな、でもほとんど iPad 系のセミナーに参加する予定です。Adobe Fresco だったりとか、 Adobe Photoshop for iPad とかかなっていう形になります。で、この Adobe Max のメインのイベントが赤色で、ちっちゃいブースのセッションは今黄色で、マーカーを引いて分かりやすくしてます。で、iPad 系のセッションはですね、Apple のロゴマークをつけてもっと分かりやすくしてます。で、最終日のですね、11月6日、ここですね、日本人のセッションっていうのがあって、田中ラオウさんっていう、この前ね、Adobe Fresco のチュートリアルの動画出した時に紹介したんですけど、Adobe Fresco を超使いこなしてるアーティストさんがいて、この方がですね、US でセッションの先生をやられます。で、私これすごい楽しみにしてて、ぜひね、皆さんにも動画でお伝えできればなと思ってるんですけど、実はですね、田中ラオウさん、iPad Mate にも入ってくれてて、iPad Mate のギャラリー、作品ギャラリーのところにもですね、たくさん作品を投下してくれてるんですけど、そんな田中ラオウさんのことですね、みんな知っておいた方がいいと思うので、ぜひ概要欄の方にですね、田中ラオウさんの SNS 系の周りのですね、リンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。で、次ですね、リフィルっていう機能を紹介していきたいんですけど、このプラスボタンからリフィルっていうところを押すと、この、付箋かなみたいなのをつけることができます。で、この付箋の種類もすごいたくさんあるので、選べないっていう感じになっちゃうんですけど、まあ、ここでね、可愛らしいの1個選んで、ポチポチポチって貼ってあげると、ここに文字とかを書くことができます。で、例えばですね、こういう大きい付箋とかもあるので、大きい付箋をここに横に貼ってあげて、まあ、当日やることタスクみたいなのをここでチェック項目みたいに書くこともできます。で、私当日やることなんですけど、Adobe セッションでね、もちろん学ぶっていうのもあるんですけど、それ以外に忘れちゃいけないのが、この YouTube の動画を撮ることと、あと YouTube のサムネ撮るっていうのが結構忘れがちなので、これを撮りますとか、あと iPad Mate の人にちょっとお土産買ってあげたいなとか思ってたりとか、あと Adobe のね、CEO のシャンタヌっていう人がいるんですけど、この人に会いたいですね、めっちゃ。会ってちょっと一緒にセルフィーをね、この前みたいに撮りたいなと思っています。
で最後ですね、この付箋を長押ししてあげるとこう付箋と文字が自由に移動できるんですけど、サイズ変形をすると文字も一緒にサイズ変形してくれたらいいんですけど、これはちょっとできないみたい。縮小、拡大縮小すると付箋だけが拡大縮小しちゃうっていう感じになります。はいということでですね、今日はこんな感じで完成にしたいと思います。来月かな、11月の3日から11月の7日 Adobe Max 行ってくるので、ぜひ皆さん Vlog の方楽しみにしておいてください。で iPad Mate の方はですね、この Adobe Max に合わせてプレゼント企画も用意しているので、詳しくは iPad Mate の Slack の方を見てみてください。で今 iPad Mate のみんなでデザイン企画っていうのをやってるので、 iPad でデザインを作ろうっていうのをやってるので、興味ある人はぜひ iPad Mate 概要欄の方から見てみてください。はい、ということで今日は以上です。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。